で、昨日も3時間ぐらいの研修でパフォーマンス課題については英文化会ではご紹介したところなんですけれども、まあ、ざっと、他聞いておられない方もおられるので復習しておきますと、パフォーマンス課題というのは、レポートを書いたりプレゼンをしたりというようなこうまとまった作品を作ったり実演をするっていう課題になります。例えば理科の実験を計画し実施し報告するとか、まあ、英語でねプレゼンをするだとか、まとまったレポートを書く、あるいは芸術作品を作るというような課題になってくるわけですね。でそれぞれの課題というのは大体まあ単元のまとめの課題として位置づくわけですけれども、まあ、もちろん全ての単元で用いなくてもいいんですが、まあ、そういう、こう総合的な課題に触れてもらうことで教科を学ぶ意義をしっかり実感してもらう、あるいは、将来にわたって生きて働く学力を身につけてもらうということを期待しているわけです。で、逆向き設計論で作る場合は本質的な問いと永続的な理解という、まあ、教科の重点目標に対応させてパフォーマンス課題を作りましょうというふうにご提案しているんですけれども、このことは別の図で表すとこの知の構造図とですね、一番こう上のところですね、原理や一般化に関しての永続的理解をこう使いこなせるようになっているかどうかっていうところをパフォーマンス課題で見ましょうと、まあ、全てをねパフォーマンス課題で見られるわけではなくて、まあ、筆記テストや実技テストのように要素的にね確認していく部分と組み合わせて教科目標全体を達成していくということにはなるんだと思うんですけれども、まあ、Eフォーラムとしては特にこのコアの部分ですね、教科の各教科のコアの部分を主軸を当てて考えていきたいということでこだわってやってきております。で、この本質的な教科の中核を見極めるために教科の包括的な本質的な問いを整理し、それをこう意識することでその今までだったらバラバラに見えていたような教科の中身がこう総合されて頭の中に入ってくるように促したいということを考えておりまして、したがってその午後のセッションの中でですね、各教科でそのスタンダードを取りまとめている研究者がですね、今のところはEフォーラムとしてはこういうのがいい本質的な問いなんじゃないかと考えているというあたりをご紹介していきますので、それが果たして本当にいい本質的な問いになっているのかどうかというあたりをぜひご検討いただきたいというふうに思っています。さらに難しいのが永続的な理解でして、そのいい問いが立ったとしてもですね、その問いに対応させてどういうことを理解させたいのかっていうところはなかなか難しいところですよね。特にこれから若い先生方増えてこられますよね。私も大学の教員養成にも携わってますので、君たち頑張れよと思いながらですね、学生たちを送り出していますけれども、やっぱりそうはいくら彼らがいい学生で熱心で勉強家であってもですね、やっぱベテランの先生ほどのその教科内容理解があるかなとかですね、若干不安に思う場面もございまして、そういう点では本当に今まで実践の蓄積を持ってこられた先生方の知見をですね、若い世代にも伝えていかなきゃいけないという点でも、その厚みのある教材理解に裏付けられた永続的な理解とは何なのかというあたりもぜひEフォーラムとして整理をしていきたいなと思っているところです。あとはまあ課題のシナリオですね。同じ本質的な問い、同じ永続的理解を目指していたとしても、魅力的な課題で生徒に届く場合もあればですね、全然見向きもしてもらえないみたいなこともあってですね、そういう点でも魅力的で効果的な課題とはどういうシナリオを持ったものなのかというあたりもディスカッションしていただければなと思っております。簡単にパフォーマンス課題の作り方言いましたけれど、詳しくはオープンコースウェアの方でも紹介していますので、またご活用いただければと思います。で、現状 E フォーラムスタンダードの今の現状に関して言いますと、特に大きな課題になっているなと思うのが、やっぱりまだ未作成のところがたくさん残っているということなんですね。特に小学校の生活科図工ですとか、高校の、高校はあるのが補体と家庭科と英語だけなんですね。だから国語、数学、理科、社会、音楽、美術、芸術系ですかね、私何か忘れてるかな、他にもあるかもしれない、ちょっとそうですね、高校はいろんなその職業科の先生方も最近来てくださっているので、そういう職業教育の側面どうなのかっていうようなところもぜひ考えていきたいところですし、あとは
そういう、こう課題ですとかカリキュラムマネジメント、あの授業作りですとかカリキュラムマネジメント、結局担い手は先生方ですので、先生方の力量をどう形成していけばいいのかっていうところも、実は教師教育に関してのスタンダード作りというのも実は今後の課題になってくるんじゃないかなというようなことを思っています。で、まあ、先ほど来改訂版の学習指導要領にも対応するようなものとは申しているんですけれども、決して学習指導要領の後追いではなくてですね、あの次の改訂のその次を見通すぐらいの勢いでいいものを提案していきたいなと思っています。まあ、そのためにもぜひスタンダード基礎資料集へのご寄稿をお願いしたいところです。それからあの昨日来議論されているように資質能力の育成ということで言いますと、やっぱりカリキュラム全体で人を育てるっていう視点がこれからますます強くなってくると思うんですね。まあ、そういう点で言うと、カリキュラム横断の視点をどこかに入れられないだろうかとか、あるいは領域間の相互管理、例えば探究的な学習でやってることと強化学習でやってることをこういうふうにすれば響き合いますよというようなことも、今の e フォーラム の書式の中では入っていないんですけれども、でしかもどう入れればそれこういう視点が入るのかっていうのは私の中にもまだ不安がないんですが、あのそういったあたりももし、グループに分かれてディスカッションしていただく中で視点として出てくるようであれば、あのこういうふうにまとめればあの伝わりやすくいいものになるんじゃないのというご提案をぜひいただきたいなというふうに思っています。